積んだもんなのだ。今回はドラフト総評ということで、各球団のドラフトと今後の方針について考えていく動画なのだ。今日の動画で取り上げていくのは西武ライオンズ。松井稼頭央監督の2年目となった今年だったけど、歴史的貧打に苦しんだチームは長らく低迷。松井監督の休養、さらに渡辺久信ジェネラルマネージャーが監督代行となってもチーム浮上のきっかけはつかめず、結局91敗とチームの最多敗戦記録を更新する大幅な負け越しに終わってしまったのだ。苦しい1年だった今年の西武ライオンズについて詳しく数字を見ていこう。早速やっていくのだ。開幕は好調で迎えたライオンズだったものの、その後は一気に低迷。上位5チームが争う中で一人連敗街道を突き進み続けた。なかなかチーム浮上の目をつかむことはできず、多くの若手に出番を与え、トレードにも動いた。9月は勝率5割近辺で推移するなど、多少改善したものの結局最下位に終わってしまう1年だった。そんな西武について投打の成績を見ていこう。まず投手陣については、防御率 3.02 となっており、パ・リーグ4位とまずまずの数字を残した。一方で FIPKWERA で見ていくと、防御率の割には内容が良くないことがわかる。 K%18.09% とあまり三振を奪えておらず、パ・リーグ5位と低い数字。さらに BB%も 8.41% と平均を下回っており、12球団で最も四球の多いチームとなった。投球の質という面では大きな課題を抱えており、優秀な先発を抱えているものの改善点は多い。さらに大きな課題として存在しているのが打線で、とにかく攻撃力不足に苦しんだ。今年の OPS は575と12球団唯一の5割台とかなり厳しい。傑出度について見ていくと、フォアボールが少なく三振が多い上、長打力にも欠けており、全ての数字が足りていない。こうして見ていくとかなり厳しいチーム事情であることがわかるが、一方でポジティブな要素がないわけではない。今年は貧打に苦しんだこともあり、多くの若手に出場機会を与えることができた。現状抱えている戦力がどの程度の実力を持っているのか、一軍で通用するのかをテストすることができたのは大きい。来季以降の戦力の運用について考える大きな材料となるのは間違いなく、若手たちに経験を積ませることもできた。実力がある程度測れたことを考えると、来季はもう少し軸となる選手を固めていきたいシーズンとなるだろう。さて、これらの状況からドラフトにおける方針について考えていきたい。とは言っても全ての戦力が足りていないという状況であり、戦力整備は急がれる。今回自分のドラフト予想では1位に西川美翔、青山学院大、ロッテ1位を指名すると見た。打力では大卒ナンバーワンとして注目されており、強打の外野手、そしてくじで外した場合に林塚優生、花咲徳栄高、読売1位を指名するという予想。安プロスペクトを補充し、かつショート源田の後継者も考える必要がある。またドラフト2位には坂口春日、国学院大、横浜6位を予想。怪我明けということもあり不安要素はあるが、最速153キロの速球に多彩な変化球を投げ分ける器用さも光る。3位には高尾響、広陵高校およそ。最速148キロとスピードはそこまでではないが、完成度の高い投手で選抜ベスト4の経験を持つ。4位には藤山と大宮東、西武育成1位、地元出身の左腕で、最速144キロと速くないもののサイドスローから放たれるボールは左打者を苦しめる。5位に井上寛太、金沢学院大を入れ、野手の補充。左打ちのスラッガーで地方大学リーグで無双する4番打者として大学日本代表候補にも選ばれた。6位には上里陸、国学院大を指名。 DeNA 上里和樹の弟であり、肩の強さやスローイングが評価されるキャッチャー。7位に清水大輝、前橋商業高、日ハム4位を予想。最速149キロの速球とスプリッターを軸にする投手で、線は細いものの193センチメートルと体は大きく、素材型投手。予想ドラフトではかなり投手が多くなっているが、投手の指標が優れなかったという点もあり、投手の補充も必要と見た点。また怪我明けや高卒など即戦力ではないものの将来性のある指名で、来季ではなくそれよりも先の戦力補充を目指した。高橋光成のメジャー挑戦もあり、将来的な先発投手の補充は必ず必要になるだろう。野手に関しては内野、外野、ポストバランスを見ての補充とした。即戦力ではないものの将来的に必要なポジションやレックスを強化するといった意味合いが強い。さらに野手に関しては育成での指名も込みで計算しており、支配下で野手を乱獲するのは枠を圧迫するリスクが高いと判断した。さて、実際のドラフトではやはり1位は野手、宗谷丸井、明治大、楽天1位を指名。源田選手の後釜という点も考慮しつつ、攻撃面での活躍も期待できるショートを補強に向かったが、くじで外れ。外れ1位には予想通り静香優生を指名したが、これも外れ。外れ1位には斉藤博人、金沢光を指名。
スピードと肩の強さを持つ身体能力の高いショートで、スピードを生かした守備範囲の広さには定評がある。2位には渡辺誠也、大阪商業大を指名。圧倒的な打球速度でボールを飛ばす外野手で、足の速さや肩の強さも光る。サードを守ることもでき、ある程度のユーティリティ性も持ち合わせる大学屈指のスラッガー。さらに3位には下流翔馬、再企画上皇を指名。最速150キロの球速に加え、破綻しないコントロールにフィールディングのうまさも合わせ持つ総合力の高い投手。4位には林漢チェ、日本経済大と台湾出身の留学生スラッガーを指名。昨年の村田レオン、工学館大、三続き地方大学出身の右方補長玉を補強。ベンチプレス 145kg のムキムキマッチョマンで、飛ばす力は誰にも負けない。4年時には三振を減らし、コンタクトスキルを向上させるなど着実な成長を見せる。5位は篠原響、福井工業大附属福井高を指名。球速こそ148キロと飛び抜けて速くはないが、伸びのある速球で打者をねじ伏せる。6位は達也真春樹、エナジックスポーツ高を指名し、保守を補充、医療、健康機器の開発を言っているエナジックグループの運営する学校で、創部3年目にして県大会優勝まで導いた司令塔。身体能力が高く素材型ながら守備の評価が高い選手。7位は小賀輝樹、千曲川硬式野球クラブと、クラブチームからの指名に至った。パンチ力のある内野手で、フルスイングを身上に振り切るスイングを見せる。育成でも大阪桐蔭のラマルギー・ビンラタナヤケを筆頭に野手を多く指名しつつ、藤山となど投手も補強。支配下の指名は野手が多めながらも投手も補充しており、全体的なバランスは悪くない。支配下で多くの投手の補充に努めたのも評価が高く、育成で指名した佐藤壮、聖佐道と大などポテンシャルを感じさせる投手もいる。くじを外したため評価が伸び悩む部分もあるが、それでも全体のバランスを考えるとそう悪いドラフトでもないだろう。さて、今年の西武の野手について見ていく。ファンの多くも理解しているとは思うが、今年の西武打線に関してはかなり厳しいものがあった。フルシーズンスタメンとして機能してくれたのは源田壮亮、殿崎修太の2人のみであった。源田はショートを守り非常に高い貢献度を見せ、577打席を消化。もともと打力がある選手ではないものの、打率 264、OPS 644とまずまずの打撃を発揮してくれ、厳しいチームを支えた。 WRC プラス96と平均程度の打撃ではあったが、平均程度の打撃に高い守備を持っているため不動のスタメンであることは議論の余地はないだろう。また殿崎修太に関しても今年は主にセカンドを守り、7本塁打と気を吐いた。打率こそ227と低いが、 BB パーセントは 9.0% と出塁能力が高く、出塁率でハゲンダを上回る。長打力も水準以上のものを発揮しており、WRC プラス103とこちらも平均程度打力を発揮した。二遊間が固まっているというのは西武にとっては非常に大きいことである。この2人が非常に大きな主力であった一方で、とにかく他の野手が打てなかったというのは大きい。下位指名で素材型であった村田レオンに至るまで一軍での舞台を経験しているが、彼らのほとんどは結果を残すことができなかった。有望株の長谷川慎也、鈴木翔平といった2人も共に打率1割台特選。長谷川慎也はファームで OPS 828と打撃面では非凡な才能を発揮しているだけに、来季以降へのいい経験となっただろう。一方で鈴木翔平に関してはファームで毎年好成績を残す一方で、一軍では結果が残っていない。そろそろアプローチを変えるなり、努力の方向性を変えないと厳しい時期に入っている。蛭間拓哉に関しても今年232打席と少なくない打席を与えられたが、 OPS 547という数字は寂しいものである。大学時代は屈指のスラッガーであったが、現状では一軍レベルに対応できておらず、長打力が発揮されていないのは厳しい。山村、山野辺の2人に関しても同様で、ファームではそこそこの成績を残しているが、一軍での結果はついてこない。戦力不足であったことから彼らに多くの打席が与えられ、その結果現状での彼らの実力を見ることができたというのは大きい。彼ら伸び悩む一軍半野手たちは、とにかく強く振ることを心がけてほしい。ファームでそこそこの打率を記録していた程度では、一軍レベルで打つことは難しい。蛭間、山野辺、鈴木の3選手に共通する課題として、ファームで打率2割台後半を記録する程度の打力はあるという点。ファームではそこそこの打率を記録した一方、一軍では全く打率が残らず長打も出ていない。たとえ打率が低かったとしても、長打があれば起用する価値が生まれてくる。一軍の投手相手にも長打が打てるよう、ファームでもしっかりと強く振る意識を持ってほしい。将来が期待されるプロスペクトの渡辺健人であるが、彼はファームで11本塁打を記録するなど抜けた打力を持っている。一方で一軍の投手相手には全く結果が出ておらず、伸び悩んでいる印象を抱く。今年中村剛也が厳しい数字であったことから、渡辺健人が入り込む余地はあったはずだが、結果を残すことはできなかった。環境を変えるという意味でも、渡辺選手についてはトレードを画策したい。トレード先としては楽天オース、
楽天は浅村選手の後継者となるような右打者が育っておらず、左打者しか育たないという大きな課題を抱えている。ファームでは結果を残している右の大砲候補の渡辺は楽天にとっては欲しい選手と言えるだろう。トレードの対価としては楽天のプロスペクト黒川文也をもらいたい。黒川選手もファームでは好成績を残すものの、一軍では結果が出ておらず伸び悩む選手。メインポジションは二塁だが、三塁や一塁を守るユーティリティ性もあり、外野のオプションを付与してもいいだろう。黒川選手の大きな強みとしては選球眼が挙げられ、高い出塁率を期待できる。助っ人野手がなかなかハマらない楽天にとっても一塁で使える渡辺選手の獲得は悪い提案ではないはずだ。今年準主力として多くの打席を与えられた選手として、佐藤龍聖、西川真奈や野村大自由、岸潤一郎の4人を挙げられる。佐藤龍聖は打率こそ振るわなかったが、高い出塁率を期待でき、7本塁打とパンチ力も持っている。今年は3塁のスタメンをつかみ取ったが、 WRC プラス124と平均以上の打力を持っており、ある程度結果を残した。野村大自由はトレードで加入したが、打率225と低いものの、こちらも高い出塁率でチームに貢献。長打力も水準以上のものがあり、来季もスタメン安として使っていくべきだろう。佐藤龍聖、野村大自由の2人で内野のコーナーは埋まったと言ってもよく、来季は彼らにより多くの打順を与えたい。一方で不安なのは西川真奈也で、6本塁打とパンチ力を見せたものの、全体的に数字は振るわない。特に選球眼の悪さが足を引っ張り、出塁率が伸び悩んでいるため、評価が下がっていると言える。今後さらに長打力が向上する可能性があるなら起用機会も増やしたいが、現状の打力は1軍レベルではないと言えるだろう。岸潤一郎も非凡な才能を持っており、6本塁打を放つなど長打力では貢献を見せた。だがこちらも出塁能力は低く、打率に依存している。西川真奈也と岸潤一郎は貢献度がほぼ同じであり、彼ら2人に共通している課題も同じ。もう少しセレクティブなアプローチで出塁率を上げていきたい。個人的に目指していきたい打線の形としては、歩いて前打線を期待したい。野村大自由、佐藤龍聖だけでなく、外崎修太、大ベテランの栗山匠も今年非常に高い出塁率を記録した。打率は振るわなかったが、高い出塁率を期待できる打者が揃っている。彼らに積極的に出塁してもらい、西川や岸といったパンチ力のある打者に返してもらうという形がいいだろう。頻打にあいだ打線ではあったが、出塁率の高い打者がいるのは強みなので、そこを積極的に生かしていきたい。また今年の西武に関しては、助っ人野手の補強も全くうまくいかなかった。アギラ、コルデロと実績のある野手の補強に動いたが、怪我などもあり結果は残せず。特にコルデロは開幕前から自分が懸念していたように選球眼の悪さや荒さが気になっており、実際 NPB ではそこが足を引っ張った。来年の助っ人補強においては長打力を重視し、歩いて前打線に足りない長打力を付与してくれるような選手が欲しい。捕手に関しては古賀が正捕手として活躍したが、 WRC プラス75と物足りない数字であったことは否めない。もし巨人の大城選手が FA した場合には、積極的に獲得に動きたい。大城捕手は巨人での扱いはあまり良くなく、捕手としての信頼を得られていない。西武で正捕手としての待遇を保証し、フレーミングなど捕手としての技術を古賀や古市といった若手にも伝授してほしい。打てる捕手という存在は貴重であり、逆に言えば打てる捕手が入れば他チームに対して大きなアドバンテージを得ることができる。大城捕手は守備でのプラスも期待できる選手なので、チーム力を確実にアップさせてくれるだろう。近年投手を積極的に指名したこともあって、西武の投手陣は非常に優秀なものとなっている。特に先発投手に関しては支配的の一言に尽きるだろう。隅田知一郎は防御率 2.76 であったが、奪三振能力は水準以上のものを持っており、高い制球力も併せ持つ。今季の内容は防御率以上に優れており、KWERA 2.47 と来季は今季以上の活躍も期待できる。今井達也に関しては暴力的な奪三振能力が武器であり、制球力には不安があるが奪三振で打者をねじ伏せる。今井投手も KWERA 2.48 と貢献度は隅田投手と変わらず、来季もエースとして活躍を期待できる。新人王候補として大車輪の活躍を見せた竹内夏樹も高い制球力を見せつけ、KWERA 2.63 という数字は上の2人に勝るとも劣らない。この3人で先発ローテの3人はほぼ固まっている。今年苦戦を見せがちがつかなかった高橋光成も決して数字が悪いわけではない。三振があまり奪えていないものの、指標上はそう悪いものでもなく、今年は BABIP が335と不運だった点も大きい。来季は数字を戻すことが期待でき、ローテーション投手として十分な数字を期待できるはず。一方で不安要素としては裏ローテが挙げられ、今年多くの先発機会を得た渡辺裕太郎は三振が少なく数字は振るわない。今年は防御率 2.67 と高騰したが、来季は数字を悪化させる可能性が高い。シーズン途中からリリーフに回った平良海馬は高い奪三振能力を持っており、
先発投手としても結果を残している。よし、球の多さは少々気になるものの、指標で言えば高橋光成とあまり変わらない数字である。来季の平投手については先発1本に絞り、渡辺投手をリリーフに回すというのはどうだろうか。そして西武最大のプロスペクトとして挙げられるのは菅井慎也であり、彼には来季多くのイニングを投げさせたい。平投手を超える奪三振能力とそこそこの制球力を持っており、先発でも十分に期待できる。今年は防御率 5.25 と苦しかったが、基本塁打の多さが影響していると思われ、来季以降は数字を改善させる可能性が高い。菅井投手はファームでも活躍を見せており、確実なプロスペクトなので先発として回してほしいところ。リリーフに関しては平と某高橋が柱であったため、平投手を先発に回すとリリーフが手薄になる点は懸念として挙げられる。だが平は可能な限り先発で起用したいので、来季のリリーフの柱は某高橋になるだろうか。また今年加入したヤンも防御率は 5.58 と苦しく、特に吉球の多さが足を引っ張ったが、内容自体はそう悪くない。年齢的にもまだまだ期待できる投手なので、来季はヤンに多くの機会を与えたい。佐藤俊介も奪三振能力はそこそこのものを見せており、制球力さえ改善すれば内容がかなり改善するだろう。とにかく西武のリリーフ全体に言える点としては、吉球の多さが課題となっており、信頼できるリリーフの枚数が少ない。その中でも来季より多くの機会を与えたいのは田村一郎であろうか。そこそこの奪三振能力に加え、吉球もまずまずの数字で、投球の質は佐藤俊介よりも上と言える。プロスペクトとして期待される畑慎之介もファームでは吉球が少々目立っており、リリーフの方が適性が高いかもしれない。西武は非常に強力な先発を抱えていることから、投手陣の課題を解決することはそう困難ではない。来季も助っ人投手の軸はリリーフになると思われるので、とにかくリリーフ投手のガチャを引こう。西武の最大の課題は打線という、数年前の西武からすると信じられないチーム状況となっている。ただ選球眼の高い打者は揃っており、それらの駒を有効活用することが求められる。また今回は大城選手が FA し西武に加入したという前提でスタメンを考えている。正捕手は大城選手で固め、内野も佐藤龍聖、野村大二をコーナーに置き、源太、殿崎で二遊間を組ませている。外野は新外国人岸潤一郎、黒川文也の3人を並べたい。場合によっては殿崎と黒川の守備位置を変えてもいいだろう。打順は陽の1番と4番に佐藤龍聖、殿崎修太の出塁率の高い選手を置きつつ、間に長打力のあるバッターを置く。里崎理論の出る人返す人を並べるスタイルを参考にしている。投手陣に関しては大きな不安はなく、先発ローテは隅田、今井、竹内、高橋光成、平、菅井を軸に回したい。リリーフに若干の不安はあるものの、ヤンとボー高橋だけでなく助っ人の補強を積極的に行いたい。野手に関しても長打力を重視し、助っ人野手の補強を2人以上、さらに育成契約でもいいので若い助っ人を2人ほど取れるといいだろう。あまり FA 補強には積極的ではない西武だが、大城捕手の補強は大きいと思うので、ぜひ獲得に動いてほしい。ということで今回は西武ライオンズの戦力について見てきたのだ。非常に強力な投手陣を持っている一方で、打線に大きな課題を抱えているチーム。再建には時間がかかると思うので、積極的な補強で打線の底上げを目指したいのだ。チームの軸となる選手はある程度固まっているだけに、打てる選手が少し増えるだけである程度勝利数は上積みされるはずなのだ。コメントで皆さんの感想を聞かせてほしいのだ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いするのだ。ほなまた。